インテリハウスから銃声がしていたので近くに来てみました。でもパッと見的な姿はありません。結構奥の方にいるのでしょうか。もう少しここから監視を続けます。やっぱり敵の姿は見えませんね。建物の中とかにいるのかな。全然気配がしないですね。この声はまさか新ボス。ボスがいました。ということは最初にミリアルが聞いた銃声はこいつのだったのかな。でも残りの2人がいないんですよね。もしかすると他の奴らは BMC に倒されてこいつだけはぐれたパターン。何はともあれカスタムでは初遭遇だったのでラッキーでした。あんだけカスタムの動画を投稿していて初遭遇ですからね。他のボスもいれば一気にタスクが進んだところですが、まあ一歩前進です。昨日の動画のラストで起きた悲劇なんか忘れるくらいに嬉しいです。やっぱりタルコフは壁を乗り越えるたびに面白くなっていきます。てなわけで首を持って帰りましょう。無事に帰宅。ということで2回目のレイドに来ました。ボスを倒せたことも嬉しいのですが、最近見つけた面白いものがあるので紹介してもいいですか。みんなに見せたいのはこれです。なんとこれタルコフをモチーフにミリアルが描いたんですよ。嘘です。これはミッドジャーニーという AI が絵を描いてくれるソフトで作成しました。キーワードを入れるだけで絵を描いてくれるなんてすごすぎませんか。サムネの背景などに使えそうですね。そんなことより武器紹介がまだでした。先にやっておきますか。今回使う武器は M1A です。 M1A はアメリカのスプリングフィールドアーモリー社によって製造されている民生用自動小銃になっています。 7.62×51 の弾が撃てるマークスマンライフルです。そして今回のカスタム性能はエルゴ 25.5、 精度 1.12 モア、垂直反動56、水平反動が101になっています。反動はほとんどないため連射しても問題なく扱えます。ということで早速進めていきましょう。一応至近距離と遠距離両方で戦えるようにサイトはつけてきたので問題ないはず。最近は単発武器の練習を結構しているので自信がついてきました。早速練習の成果を出すために敵がいそうな場所を目指して移動しますか。とりあえず新建設に来ました。単発武器の時はここに来るのが安定しますね。見つけました。少し遠くて当てるのが難しいです。これヘッドショットで倒せたら125m タスクが終わるので倒したい。全然ダメダメですね。こうなればもう至近距離に行くしかありません。とりあえず近くに行ってみます。多分この駐車場の辺りにいると思うんだけど。まだいそうですね。これは早く戦闘に混ざりたい。この辺りが強そうなのでここで戦います。めっちゃ流れ弾が飛んできました。そして撃たれてたやつはこの岩の裏か。
オッケー、まずは一人倒せました。まだ岩の裏にいそうですね。よし、これで二人目。あと一人いるはずなんですけど、どこに隠れてるのかな。危ない、割と近くにいましたね。これで全員倒せたかな。他の音は聞こえないので倒せてそうですね。そしたら治療をして漁りますか。倒した人たちはどんな装備なのか楽しみです。この人は M4 を持っていますね。2人目はミュータントにレベル6アーマー。これはうまうまですね。もらって帰りましょう。そして3人目、この人もなかなかいい装備をつけてます。アタッチメントだけもらえますか。一通り漁ったので帰宅します。それにしても今回のレイドはうまかったですね。帰ったらもう1レイド行きますか。3人倒したつもりが1人は別の人が倒してたっぽいですね。もう一度レイドに行ったら負けて M1A を失ったので SR に15を持ってきました。ほとんど使い心地は M1A と一緒です。そして盛大に光りました。なんかマークスマンライフルを使っているのに結局近距離戦ばかりですね。まあ勝てれば何でもいいんですよ。無理せず自分の得意なレンジで戦うのがベストです。ミリアルはやっぱり近距離戦が好きですね。あんまりエイムが良くないので立ち回りで戦わないと勝てないんですよ。多分 R6S をやっていた影響です。危なかったですね。一旦距離を取ります。追いかけてくるかな。この辺の小屋を利用して戦いたいところですか。足音が聞こえてきましたね。これは追いかけてきてます。この辺りにエイムを置いて待っておきますか。よし、ちゃんと来てくれました。もう一つ足音が聞こえます。この隙間から倒せないかな。さすがに反応できませんでした。位置がバレたので相手も詰めてはきませんね。ちょっと覗いてみますか。どこに行ったかわからん。困りましたね。グレネードの音がしたので引きます。そしたらこっちもグレネード。けど倒せました。当てれば全て OK です。そしたら漁りますか。うわ、この一スリップアーマーつけてます。今日はレベル6アーマーが美味しいですね。それよりここまでご視聴ありがとうございます。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またツイッターもやっているので概要欄からぜひ。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。